めぐれ十蔵。毛利君、今すぐ帰ってもらって構わんぞ。そんな、警部殿、ジョークっすよ、ジョーク。犯人の目星は大体ついていますよ。あとは密室の謎と銃の意味することが分かれば。ジャガー殿、何かひらめきませんかの。犯人はもうすぐここに来るよ。は？ジュース。来たか、真犯人の。お出ましだね。お疲れ。遅れてごめんねと。おうおう、知ってる顔が2つも並んでんじゃねえか。5年前に俺を3日間取り調べてくれた刑事さんと、うるさく嗅ぎ回ってた雑誌記者。奇遇だね。どうだい調子は。久しぶりだな、木戸さん。あの時と同じように一本遅い列車でご到着か。悪いけど話してる暇はねえよ。撮影があるんでな。おい、カメラ用意しろ。名探偵さんたちのマジバトルが生で撮れるぞ。あいつやらせておけばいいでしょう。真相が暴かれれば恥をかくのはやつだ。テレビにも出せないよ。おいおい、いくら君たちの意見でも同じ列車に乗っていなかった人間を検挙はできんぞ。それは5年前に十分。警部、もう分かったでしょ。何がだね。警部さん、なんとかしてください。乗客が騒ぎ始めてしまって、手に負えない。やれやれ。とにかく君たちはこの部屋から離れてくれ。私は警察の各方面に応援を要請してくる。すぐに戻るよ。あ、それから毛利君、くれぐれも捜査の邪魔はするなよ。さてと、僕もそろそろ失礼しますよ。この部屋で調べられることはあらかた調べ尽くしてしまったようだもんね。おっさんも今のうちに現場を見ておけよ。警察の連中が来たらここには入れてもらえなくなるぜ。気の早い連中だぜ。ねえ、ジャガ。ああ、そうだ。5年前にお見合い入りした。とにかく至急、あの事件の資料を洗ってくれ。ん？君は。さっきの警部さんに頼まれたんです。この部屋に誰も入れるなって。こりゃひどいな。
窓に書かれたあのメッセージ。窓に書かれたあのメッセージ。漢字の重か、あるいはプラスとも読めるが、どちらにしても意味がわからん。窓に漢あのつまみ。ここに血痕があるな。ということはこの窓は犯行後に開けられたってことか。被害者が開けたんだろうか。だとしたら一体何のために。あのつまみ。どうやら血はついてないな。どうやら血はついてないな。特に怪しいところは、特に怪しいところは、特に怪しい。鍵か。こいつが部屋の中にある以上、密室殺人を否定できない。特に怪しいところはねえみてえだ。特に怪しいと、特に怪しい。左腕に腕時計。被害者は右利きということだな。しかしこれは事件とは特に関係ないだろう。特に怪しいとこ、右腕が。しかしこれは事件とは特に関係ないだろう。特に怪しい、特に怪しいところはねえみてえだ。かなりの出血だな。血が飛び散っているということは犯人も返り血を浴びているはず。お？このポケット。血痕があるな。かなりの血が飛び散っているということは、特に怪しい。お、人差し指に血がついてる。この指であのダイイングメッセージを書いたってことか。こっちの手には、こっちの手にはどうやら血はついてないな。お、この靴。しかし
これ事件とは特に関係ないだろう。お、この靴。しかし、これ事件とは特に関係ないだろう。特に怪しいところはねえみてえだ。かなりの出血だな。血が飛び散っているということは、犯人も返り血を浴びているはず。お、こら。お、こら。胸のポケットに血痕がある。特に怪しいところはねえみてえだ。特に怪しいところはねえみてえだ。特に怪しいところ、特に怪しいところは、ん？右腕が、しかし、これ事件とは特に関係ないだろう。特に怪しいところはねえみて。かなりの出血だな。血が飛び散っているということは、犯人も返り血を浴びているはず。